ね、ここら辺立てますよね。皆様おはようございます。それでは、朝お互いに、挨拶を交わす時間を取りたいと思います。それでは、お近くの方、また少し離れた方とご挨拶を交わしていただければと思います。皆様、それでは改めましておはようございます。今から、賛美歌礼拝の時間を、持ちたいと思います。それではお手元の希望の賛美歌152番をお開きください。152番です。我が目を開きて。
続きまして賛美歌216番の見許しあらずは共に賛美いたしましょう。216番です。続きまして希望の賛美歌258番のひとたびは死にしみもを共に賛美いたしましょう。258番です。
ございました。これで賛美歌礼拝を終わりたいと思います。それでは早速、安息日学校に、入りたいと思います。それでは皆様お立ちくださいまして、安息日学校のテーマソングを、共に賛美いたしましょう。主イエスの御名こそ。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、このようにして、あなたのことを覚え、この安息日学校に共に集うことができましたことを感謝いたします。どうかこの時間あなたが共にいてください。また、1年間私たちの、信仰生活を守ってくださったことを感謝いたします。どうか、また新しく迎える1年もあなたが共に私たちと共に歩んでくださいますように。この後の安息日学校の学びの時間を神様が導いていてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞご着席ください。では何度も申し上げますけれども、改めまして皆様おはようございます。今年度、今年最後の安息日学校となります。本日の奉仕者はピアニストは加藤さん、司会は後藤が務めさせていただきます。安息日学校からのお知らせです。本日の安息日学校は10時30分閉校となります。お覚えください。また来週は13回献金を本日お捧げいたします。来期の聖書研究ガイドを、配布しております。ガイドが770円、副読本1100円となります。皆様お早めにお求めください。来年も安息聖句聖書通読にチャレンジいたしましょう。それでは、特別賛美歌をお捧げいただきたいと思います。本日の特別賛美歌、間地木菜悟さん、そして大輝さんによって捧げていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ここで聖歌隊の方は分給をお願いいたします。続きまして、本日は13回献金日となっております。皆様、ご用意ください。それでは続きまして、暗唱聖句をしたいと思います。本日は暗唱聖句大会となっております。カフェの店長さん、副店長さんに今日は、していただきたいと思います。それでは前の方に、いらしてください。第一課、主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。創世記 3-9。 第二課、それゆえにあなた方は出て行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の御名によって、彼らにバプテスマを施し、マタイ 28-19。第3課、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は、力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。使徒行伝 1-8。 第4課、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。ヨハネによる福音書13章34、35節。第5課、私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、私をお使わせください。この時私は言った、ここに私がおります、私をお使わせください。イザヤ 6-8。 第6課、それから彼らに対して言われた。私が以前あなた方と一緒にいた自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわちモーセの律法と預言書と詩編とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。ルカ 24-44。第7課、彼は答えていた。
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる神を愛せよ。また自分を愛するようにあなたの隣の人を愛せよとあります。ルカによる福音書10章27節。第8課、すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。マタイ25の40。第9課、たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。マタイ16の26。第10課、この世界とその中にある万物等を作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。使徒行伝17の24。第11課、そこでイエスは答えて言われた。女よ、あなたの信仰は見上げたものである。あなたの願い通りになるように。その時に娘は癒された。マタイ15の28。第12課、私はあなたを諸々の国人の光となして、我が救いを地の果てにまで至らせよう。イザヤ書49の6。はい、それでは続きまして、はい、第13課を今日、覚えてこられた方と共にですね、行いたいと思います。今日覚えてこられた方、13課を覚えてこられた方、どうぞお立ちください。はい、ありがとうございます。それでは、一緒にやりましょう。3、はい、このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるが、はい、それでは全員の皆さんお立ちいただきまして、ここに出ますので暗唱聖句ともにいたしましょう。3、はい、このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は極力清く信心深い行いをしていなければならない。ペテロ第2の手紙3の11、12。どうもありがとうございました。どうぞ、お着席ください。どうぞお席にお戻りくださいませ。それでは今年最後の、聖書の学び、を、分給して始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は会堂は長老会です。
それでは長老会による聖書研究ガイドのですねパネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。それではお祈りを最初にさせていただきます。天の優しい神様、今週また今期の私たちの御言葉の学びを導いてくださいましたことを感謝いたします。それぞれいろいろなことを考え、そして学んだ1週間また3ヶ月間となりました。この13課の学び、このひととき神様が改めてお導きくださいますように、長老の方々はあなたが強めてくださり、共に分かち合い、そして豊かな学びのひとときとなりますように、この時間語る者が語る者の唇を清めてくださり、語るべきこと、語るべきでないことをわきまえさせてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、今週ですね、ついに第13課ですね、神の宣教の終わりということをですね、学びました。今期ですね、いろいろなことを学びましたけれども、全体を通してですね、貫いていたテーマというのは、私たちが救われるというところで、神様の救いをいただくというところでとどまるべきではない、また御言葉を学ぶのにとどまるべきではないということがですね、あったと思います。安息日の午後、今週のテーマの2つ目の段落ですね、真ん中あたりの段落にこういう言葉があります。黙示録を学ぶ者は、紀元1世紀から終末時代の現代に至るまでの教会の歴史を特徴づける予言された印や出来事を熱心に探求し、明らかにしようとします。それは正しいことです。しかし今期の最後の研究では、黙示録が宣教的な教会になるようにと、私たちを召しておられる宣教的な神に焦点を当てた宣教の書物であることを理解します。現代の真理を世界に述べ伝えるという私たちの使命は、すべての人が神に従うか否かの選択をするまで存続しますということがですね、書かれています。つまり私たちが御言葉を学び、それを明らかにするというところから、さらにですね、一歩踏み込んで宣教的な教会になる、また弟子になっていくということがですね、聖書また黙示録の重大なテーマであるということを学んでまいりました。今日はですね、この時間を通して長老のですね、3人の長老の方々とご一緒に、日曜日から順番に時間が許される中でですね、どのようなことを考えたかなどをですね、分かち合っていきたいなと思います。ではまず日曜日からですね、いきたいと思います。日曜日はですね、特に祭司という言葉がキーワードだったように思います。問1と問2を読んでみますとですね、私たちが血によって罪から解き放たれたということと、私たちが神の祭司としていただいた、神の祭司とされたという言葉がですね、書かれています。つまり私たちがキリストの血によって贖われただけではなく、新たな使命を持つ者として召されているということをですね、明らかにしています。ここで長老の皆様にですね、お伺いしてみたいと思うんですけれども、日曜日の一番最後の段落をですね、ちょっと読んでみたいと思います。黙示録 1-7 には宣教の緊急性が見られます。イエスが戻って来られるとき、失われたものとして嘆き悲しむ諸民族がいることが記されています。神はご自分から遠ざかっている人々を待ち望んでおられます。黙示録は人間に対する神の宣教で始まっているのですとありますが、神様から遠ざかっている人々に対して神の祭司としていただいた私たちは、具体的にどのようなこと、どのような取り組みが具体的にできるだろうかということをですね、今週また今期の学びを通してどのようなことをお考えになったかをですね、教えていただきたいなと思います。では、福島長老から、与那美長老からでよろしいですかね、お願いいたします。質問をいただきますと、非常に難しい答えをしなくちゃいけないような気がするんですけども、今の子どもたちの教育も終えて孫がいてっていう年になった時に、私たちのそのクリスチャンとしての家庭を持った時に、
どういう責任を持たせているんだろうかというふうに思って、一生懸命に子どもたちを教会に連れてきて祈ることを教えて、聖書のことを教えて、そして教会の学校にずっと預けて、ずっとそうやって中学校高校行かせるんですけども、中学高校になってきたら自分ができるようになる。でも親は何を一生懸命やってるんだろうと思ったら、学費を工面してなんとかきちっと学校を終えることの方を大事にするようになってきて、何のために教会の学校に行かせたんだろうかというところを失ってしまっていく。だから家庭での責任をこうは本当はどこにあるんだろうかという、そういう基本的なところを忘れてしまう。それからまあ私どもの時代では土曜日は仕事をする日でしたから、ずっと社会人になった時はその時に安息日をこう休ませていただくということに対する責任っていうのがあったわけですね。でもいつの間にか5日制で、まあ、金曜日はちょっと遅くなるけどいいやっていうふうな感覚で行くようになってきた。だから具体的にそういうふうにして私たちが区別するところをだんだん区別しなくなってくる。そういうところの難しいことじゃなくて、そういうところがやっぱり遠ざかっている人みたいにする影響力を自分の方でなくしてしまっている。だから私たちもう一つはやっぱり時間がかかっても諦めないで祈ること、私たちの牧者のために祈って、そして共に具体的な行動をするようなこと、そういうことが、そして世と違うところで生きているんだというところを私たちがいつも意識して生きていくというところ、そういう難しいことではなくて、私たちが召されたのはどういうことかということをやっていかないと、難しいことを考えるとできなくなってしまう。そんなことを考えさせられました。入ってます、はい。私がこの、先生からの東先生からの質問で、神の祭司っていうことについて、ご質問いただきまして、キリストの弟子っていうのはディサイプルセミナーでよく学びなどをしているんですけれども、神の祭司ってなるとこうハードルが上がったなっていう、私個人的にはですね、印象がありまして、神の祭司っていうのは、なんていうか、取りなしをする、そういう働きがですね、旧約時代の働きがこうたくさんあるわけですし、その責任も伴うわけですけれども、そういった部分がですね、すごいこう身が引き締まるというか、そういうような思いになりました。で、ちょっとその祭司っていう部分について、どういうことなのかっていうことを私なりに調べましたら、霊的な捧げ物をする、それの取りなし、ですからその、神様から離れた方に対してそういう霊的な、お祈りをしてあげるとか、何かそういったことをすること、あとはですね、そのやっぱり人に仕えるっていうことがやっぱ務めというふうにありましたので、やっぱ人に仕えるってそういう志を持って、これからもですね、伝道に励んでいけたらなというふうに、学びました。はい、この日曜日の先生の質問なかなか難しかったんで、で最後のこの文章を読んで最終的にですね、ここは、この科は黙示録について学んでいるところが多いわけですけど、その中で私たちが黙示録をこう感じるときに、怖い終わりの時の怖いっていう感覚を持つんですけど、この最後のところに黙示録は人間に対する神の宣教で始まっているのですということで結んでいるっていうところを見るとですね、私たちが救われるための宣教が始まるんだ、私たちはどんな時においてもこう証ししていく、怖い印を知らせるんではなくて、救いのこの後出てくる永遠の福音とかそういう言葉が出てきますけど、そういうところに対してですね、私たちが証しすることができるんではないかと思うんですね。やはり
黙示録は怖い印の前兆ではなくて、その向こうにある喜びの前兆だということをこう確認し、それを伝えられる器として、私たちが献身できればなと思うわけですね。タイミングよくですね、弟子訓練をやっているわけですけど、どのように伝えたらいいかということは、まあ、私たちそれぞれが学んでいく、またそれぞれのタレントに応じて、それを証しする機会を持てるんではないかなと思うんですね。はい、ありがとうございます。難しい質問をしてしまいましたけれども、明快にですね、それぞれのお考えを教えてくださりありがとうございます。3人の方々がですね、共通しておっしゃっていたのは、やはり神様と人の間に立つ存在ですね、代理者、代弁者としてですね、取りなすこと、祈ること、そして語ることですね、それが祭司の務めであるということをですね、お話ししてくださいました。私たちもですね、私たちがこの人に神様のことを伝えたいな、知ってほしいな、そして一緒に救われたいなっていう人に対してですね、神様のスピリットを持って、私たちが神様とその方との間に立って祈り、取りなし、そして語り伝えるものとなっていくということが願われているんだ、それが私たちの大事な使命なんだということをですね、日常で埋もれていくことなく覚えていくということをですね、大事にしていくことが本当に大事だなということをですね、考えさせられました。ありがとうございます。では続きまして、月曜日ですね、進んでいきたいと思います。月曜日は三天使のメッセージと宣教という題でしたが、私たちが特に伝えるべき、語るべきメッセージに、この三天使の使命、黙示録14章6節から12節に書かれている最終時代の訴えですね、これがあるということが書かれていました。神様とサタンの両陣営にですね、分かれていくときに、創造主を伏し拝みなさい、そしてバビロンから離れなさい、そして最後まで忠実でありなさい、神の戒めを守りなさいっていうですね、そういうメッセージを語る、希望を告げ知らせつつ世界に警告を与える、そういう使命がですね、とても求められているんだ、これ私たちしか語れないメッセージなんだということが月曜日の中に書かれていたように思います。これは SDA のですね、私たちの教会が独特に与えられている神様からの重要な使命だと思います。今日ですね、前にパネリストとして座ってくださっている長老の皆様は、クリスチャンホームの方が皆さんクリスチャンホームだとですね、お伺いしましたけれども、この三天使のメッセージっていうのをですね、皆様に対して、あなたご自身がどのようなタイミングでですね、これは私のメッセージだな、これには私が語るべきメッセージだな、これは大事な使命なんだなというふうに受け止められた、そういうきっかけとかですね、そういうふうに語ってくれた、伝えてくれた人がどのようなですね、方がいらっしゃったかということをですね、お話しいただきたいと思います。では、福島長老からお願いいたします。はい、それでは、月曜日の問題なんですけど、月曜日のことについてですけど、どのようなきっかけがありましたかっていう質問があったんで、先ほど、東先生が言われたように、私も2世だったの で私がバテスマを受けたのは小学校の6年生だったんですね。でその6年生の時に、感じた、どういうふうに感じてたかっていうと、この三天使の使命というよりも14万4000人の中に入れるのかとか、そういうようなこうことが中心になったりして、まあ、その当時は恐怖的な感じのものが先ほども言っているようにそうだったんですね。で今ここのところ大人になって、教科を、特に教科の教師をすることになって、ますます中を勉強しないといけない部分になったときにですね、この三天使の使命の中のこの、私たちの教会に与えられている使命の中に、福音、永遠の福音、そして創造主への礼拝というこの大きなテーマがあるわけですね。私たちがそして
一番大きなのはやはりこの礼拝をするっていうことの重要性っていうのがだんだん感じるようになってきました。と同時に、この教会に集まり、そして主を賛美し礼拝することが、そしてその賛美する日はいつなのかというと第7日の安息日だということをこう理解するにあたって、あ、そしてそれが喜びになるんだな、そして永遠の福音が私たちに与えられているということの喜びに変わっていくということが、で誰っていうよりも、まあ、そういう年を取ってですね、こう勉強してこの御言葉をこう今までそういう恐怖や差し迫った再臨とかその前に起こることとかそういうこと以上にこの礼拝をすることによって主が私たちを祝福してくださるっていうことをですね、理解するときに大きく変わってきたんじゃないかなと思っています。そうですね、私の場合はですね、まあ、やはりちょっとこう、まあ、親の教育というか、まあ、母の影響が一番大きかったと思うんですけれども、まあ、まさにその三天使の使命ですね、まあ、3番目の、まあ、2番目はバビロンが倒れたですけれども、3番目は神の刻印、獣の刻印について書かれているわけですけれども、まあ、やはりその獣の刻印と神の刻印の分かれ目になるのが安息日である、第7日目安息日である。まあ、ここのやはりこう信念が私の母の場合揺るぎなかった。で、まあ、私たちもまあ子供ながらにこう疑う余地がないぐらいにですね、もう厳しくこう教えられてきたっていうのが、まあちょっと大きな理由かなと思ってはいます。ですから、まあ私もですね、まあ私の弟もやはりこう安息日は必ず守らなければならない、まあ、社会的な地位とかですね、金銭的なことよりも何よりもまず一番に永遠の命を得るために私たちは安息日を守らなければならない、まあ、それがまあローマ法王のこととかですね、まあ、あとはそのまあ妥協するプロテスタント教会っていうことがですね、証の文に大総統に書かれているわけですけれども、そういったその妥協したプロテスタント教会にならないために、まあ私たちはですね、やっぱセブンスで固く立たなければならない、まあこの信念をですね、やはりこうまあ親からこう厳しく育てられたまあ今の時代なかなか難しいかもしれないですけれども、まあそれがですね、まあ次の世代につながったんじゃないか、まあ私の場合はまあつながったんじゃないかなと思っています。まあ、ですから、まあ私は高校の3年の時にまあバプテスマを受けたんですけれども、まあその社会人となって働く時の条件もやはり安息日が守れる教会が守れるその条件で、まあ仕事を始めるっていうことでですね、まあこの部分についてもやはり親の信念は変わらなかったので、まあ私が迷った時にもまあそのようにですね導いてくれたっていうのが大きかったかなというふうには思います。いつからそれを教わったかっていうのはやっぱりないですけども、でもやっぱり学校にいる時でしょうね。特に聖書の解釈をいろいろ学んできた時に、これはこういうことなんだ、こんな難しいことが書いてあるけども、これは世の終わりのことと裁かれることと安息日を守っていく、その世との区別っていうことを、そういうまあ教わったんで、それあこれはこういうことなんだっていうことを理解できたっていうふうに思うんですね。子供の頃に本棚に、大総統って書いてある本があるわけですよね。ほんで大総統ってのは一体何が起きるんだろうかというような興味はありましたけども、でも私たちはずっとやっぱり総統の中に生きてきて、そして今私たちが直面している問題は、そういう時代なのに曖昧さ、どっちでもいいよ、こっちも大丈夫だよ、こっちも大丈夫だよ、それから信仰っていうのは、そこは難しいことなのかもしれませんけども、信仰っていうのは親が強制するもんでもないし、各自が選んでいくもんだよなんだよというような考え方がこう表に出だす、特に極端な問題が起きた時にそういうふうに出だす。でも私たちは信仰っていうのはやっぱり親の代、子供の代と、そういうふうに代々やっぱり伝わっていくもんだというふう、伝えていくもんだというふうに、まあ、思っているわけですね。ですから私たちは
やっぱり永遠の福音っていうのが何か変わ、要するに天国に行っても変わらないもののために私たちは今生きてるんだっていうところが大事で、やっぱり天国に行ってもこれがあるんですよ。でもこれ何ですか、12節、神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるって書いてあるんです、最後はね。だから私たちはこういい簡単に7日間が過ごせるわけじゃないよと、世の中を生きていけるわけじゃないよと、世の中週末を過ごすことができるんじゃないよと、やっぱり祈って忍耐して神様の与える希望のうちに生きるっていうことがやっぱり結論だと思うんですけども、どうやっていつの間にかそういうことが教わってきたんではないかというふうに思っています。ありがとうございます。今3人の方々のですねお話を伺って、この三天使の使命とかですね、こういう大事な真理を理解していく上で本当に助けになるのが、まず御言葉をですね学んでいくときに聖霊の神様がそれを導いてくださって、より豊かな理解に導いてくださるということと、そしてそれに加えてですね安息日とかそういう大事な事柄を決然と守っておられた方のそういう姿勢とかですね、そういうものがご自身に大きな感化を与えたんだなということをですね感じました。このどういうふうにこういうものを伝えていくかっていう時にですね、ハウトゥーとかテクニックとかですね、そういう話ではなくて、そういうふうに私たちに感化を与えてくださる神様に信頼しつつ、私たち自身がそれにどのように向き合っているかっていうところもですね、周りに対する良いメッセージになっていくっていうこともですね知ることができました。ありがとうございます。では火曜日にですね行きたいと思います。火曜日は月曜日とおそらくセットのですね学びになった日ではなかったかなと思うんですけれども、引き続きこの二極化がますます終末時代にですね続いていく中にあって、私たちがどのように神様に応答していくか、どちらの陣営に立つかということがですね究極的に一人一人の運命を決めていくんだということがですねこの火曜日の中には書かれていました。そして私たちがですねその陣営に立ち続けることの大切さということも書かれていたと思います。そこでですね私たちがこの終末時代において今安息日教会に来ている、あるいは今ライブ放送でですね YouTube でご覧になっている方も含めてですけれども、この時代にあって神様の陣営に固く立ち続けるということについて、私たちはどのようなことがそれを固く立ち続けることの助けになるかなりうるか、可能であればですねご自身の信仰が強められたとかですね、そういうご経験などがありましたら、そういうことも含めてお話しいただけたら幸いです。では与那美長老からお願いいたします。聖書の学びをするのに学歴だとか、どんだけ学校に行ったかとか、どんな先生に教わったかっていうのはあんまり関係がなくて、そのセブンス・アドベンスの教会っていうのはともかく、私たち教会っていうのはそれをずっとあって、みんな自分で聖書を開いて勉強しなさいよっていうふうにして勉強してきたわけですね。そして、安息日に来た時にまとめて教えていただくようなことでやってきたわけですから、やっぱり神の陣営に固く立ち続けるためにはっていう時に、やっぱり安息日に休まず教会に来る、そしてそれができるように神様に願って、そしてある時は、今はそういうのが少なくなったかもしれないけども、ある時は私はこうだからこうさせていただきますと、それによって私の仕事がなくなることはそれはそれで結構ですというような決心を表さなきゃいけない時がやっぱりずっと生きている中にあるわけですね。そういう時にあって、もう一つはやっぱりそれを休む以上は他の人以上にやるべきことをもっとやらなければやっぱり安息日を休むことができないとか、そういう中で生きてきた。でも私たちはやっぱり聖書の勉強を自分で繰り返してやって祈って、そしてそれを身につけていく。ここまで自分ができたから自分は上等だとかというふうに思ってもならないし、
自分はこういうふうなことができるかと、だと言って高ぶってはいけない。やっぱりそういうものがあのサタンのつけ込む隙を作るわけですから、私たちの成功は何かっていうのは、世の中では評価していただけない成功を求めて生きているということを忘れないでいくときにあの立っていくことができるんではないでしょうかね。そうですね、あの私の経験ということで、私はあんまり語ってないんですけど、あの大学を中退しまして、であの京都でちょっとあの働いたんですけど、まあ、人材派遣の会社で、まあ、ちょっと土曜日休ませてもらえるっていう条件であの入ったんですけど、あの精密板金のまあ会社で、まあ、中小企業なんですけど、まあ、板金というと大体車を想像される方おられるんですけど、まあ、精密板金の、まあ、ちょっとその何て言うんでしょう、加工された製品をこう削るっていうんですかね、削っていくっていう仕事を、まあ、あのしてまして、まあ、あのそれがだんだん会社が大きくなっていってですね、であの、まあ、3年ぐらい経った時に、まあ、ちょっと会社を移転して大きくするっていう時に、まあ、あの私があの、まあ、正社員として招きたいと、まあ、ただその条件としては土曜日が、まあ、特別に休ませていたけれども、まああのまあ、その土曜日は出勤してほしいって言われまして、で、まあ、出勤できないのであればもう退職してもらうしかないっていうことを言われて、で、まあ、ちょっと悩んだんですけれども、まあ、結果的には退職することにしました。まあ、その時にちょっと教会に行ってるのもすごい楽しかったの で、 であの退職した時にですね、まあ、その工場長の方があのまあもっと小さい会社だったんですけど、まあ、その小さい会社をまあ連れて行ってくれてですね、でまあ社長さんがまあ土曜日休んでもいいよっていうことで、であのその小さな会社にそこからまあ働かせてもらって、そこでまあ大体4年ぐらいですね、今の仕事に就く前までまあ働いてたんですけれども、本当にこうその時に思ったのは、まあ、もちろん神様に助けを求めるんですけれども、やはりこう会社の同僚とかですね、まあ、工場長の方とか、まあ、そういった方がまあ私の事情を知ってくださって、まあ、配慮してくださった、まあ、要するに私自身の信仰ではなくて、やはりこう皆さんが助けてくださる、まあ、そのためにはちょっと信仰表明しなければならないことはあると思うんですけれども、まあ、やっぱりそういうことがですね、まあ、すごく大切なんだなというふうにまああの思いました。まあ、あの神様の側に立つとかそういうことではなくって、やはりこう、まあ、もちろんね安息日守れなくても、まあ、悔い改めれば神様許してくださると思いますし、あのいいとか悪いとかっていうことではないんですけれども、まあ、常にですね、まあ、要するにそれ助けていただくということもまあ必要だ、自分の信仰を保つためにですね、そういうのも必要なんだなということを感じましたね。はい、神とサタンの2つの陣営にしかいないということ で、 でその大きな印が安息日という問題になると思うんですけど、まあ、あの今日パネリストの、まあ、米波さんは本当にあの、巷の会社というところでですね、教団関係とかそういうような機関とかではなくて働かれて、その中で安息日という問題、そして平野さんもそういう経験をなさっているんですけど、私はあの、まあ、運よくですね安息日を必ず守れる自営業だったので、父のあれがですね、あの安息日は必ず守れるわけですね、あの父も信者ですし、それで、まあ、教団関係に入った時にはもう安息日を常に時間通りに守れるっていう状況だったんですけど、まあ学生時代もそうですけど、この安息日をこの安息日を守ってるから救われるというわけではないわけですね。やはり安息日を本当に喜びの日として、この日をこうどう見るかによって私たちはこの印となるんではないかと思うんですね。私たちがただ守れてるから安心っていうわけではなくて、やはりこの日を本当に喜びの日で常にそれがあの継続できるかっていうとなかなか難しいところがあって、その時に私たちが本当に安息日をこう喜びの日としてあのエンジョイし、そして教会に出席し賛美し祈ることができる時が与えられるということを守っていけることが大事じゃないかなと思うんですね。ただ出席しているだけでは私たちは印を受けることができないんじゃないかなと思います。ありがとうございます。
それぞれのですね、ご自身のご経験をお話しくださってありがとうございます。お一人お一人のですね、その特に安息日に関する、ご決断とかそういう話もしてくださった中で、自分がそれを選んだっていうですね、そういうこと以上に周りの方やまた神様がそこに、導いてくださった、また支えてくださったということをですね、がとても私には印象に残りました。また、この安息日を守るっていうことの動機づけの部分ですね、私たちがこの日をなぜ喜ぶのか、いかに祝福なのかということを知ることも、とても本当に大事なことだなというふうにですね、改めて思いました。ありがとうございます。では続きまして水曜日にですね、進んでいきたいと思います。水曜日は一番最初の文章にですね、こういう言葉があってとてもドキッとしたというかですね、考えさせられた問いかけがあったんですけれども、宣教が成功するとはどういうことでしょうかという問いかけがありました。まあ、そして水曜日の中ではこの聖書研究ガイドの著者がこの宣教の成功っていうものは、まあ、こういう要素があるんだということがですね、いくつかポイントが書かれていたように思うんですけれども、3名の長老の方々はこの、改めてですね、この宣教が成功するっていうことについて、まあ、どういうことなのかっていうふうにですね、お考えになったか、あるいはお考えになっているかっていうことをですね、お話しいただけたらと思います。では福島長老からお願いいたします。日本はやっぱり宣教が進まない国ですね。はっきり言ってこんなに信教の自由がこう保障されている国でありながら、信仰を持つ人がいない、本当にいないですね。もしかしたらイスラムやそういう国よりも、今回ライフを読んでて思ったんですけど、バングラディッシュの方が信者が多いんですよね、私たちよりも。イスラム教の国の信者の方が多いっていうぐらいに、やはり宣教が進まない国ですよね。まあその中で成功するっていうのはどういうことなのかなっていうで、まあ、教団の牧師さんにノルマをかけた方がいいんじゃないかと、そういうバプテスマを受けた人が増えると牧師さんに何かこうインセンティブじゃないですけど、そういうものという考えも出るかなと思うぐらいに本当に少ないわけですね。でもこの厳しい日本の中にあってもですね、やはりここの宣教の成功というところに、コリント第一の三章の六節のこの私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですという、やはり信仰の成就はやはり神様が育ててくださるということを信じつつ、やはり種をまいていくしかないんじゃないかなと思います。私も福島さんと全く同じところを紹介しようと思っていたので重なるんですけれども、まあ、やはりこう宣教が成功するっていうのは日本においてはなかなか厳しいのかなと思います。ただですね、まあ、その中でも、まあ、1人でも2人でも、まあ、バプテスマを受けてくださる方がいらっしゃる、まあ、新しい教会員としてですね、まあ、歩みをしてくださる方がいらっしゃったら、まあ、それは成功なのではないかなと。でまあ、今成功が見れない方々がいらっしゃったとしても、まあ、それは神様が成長させてくださるっていうですね、まあ、そのための働き、種まきですとか、まあ、そういったことが少しでもできるように、まあ、常にしていくしかないかなというふうには思いました。はい。確かに宣教の成功っていうのは何かって見ることは難しい大きくなっていくことが成功だっていうふうに思うんだけども、私たちは要するにずっとちゃんと光っているかっていうところが問題なんであって、それを周りの人々はその影響を受けているわけなんですね。でもその光がちゃんと光ってなければ、周りの人々は何も感じることができなくなってしまう。だから私たちもここに特にアルマナ教会にあって、なぜここがあるかってことを考えたときに、百数十年前に自分の資本を投じてくださった方がいたり、
そういうことでここが基礎が作られて、 そして私たちの資本は祈ることですから、どんだけの祈りがここを支えてきたんだろうか、それによって生み出されたものが地方に行った時にどうなっていったかというようなことをやっぱり思う時に、私たちはともかく光を絶やさないようにすること、大きくなることは神様の範疇だというふうに思う。そしてもう一つ書いているのは、私がちょっと話をしていいかどうか分からない、私が小さな地方の教会にお父のいた時に、あの頃はちゃんと毎7時から聖書研究会、水曜日7時から祈祷会とかっていうふうにちゃんと決まってやってましたけども、覗いた時にまあ1人2人ですね、いらっしゃる方、そして父に誰も来なかったら今日はその日はどうするんだってまあ聞いたんですね。そして父はお母さんと2人でやるから大丈夫だって言って、そういうふうに答えました。ですからきちっとやるべきことをやって、神様の前に恥ずかしくない行動をとってやっていく、そうやって光っていることが大事で、それが宣教の成功したかしなかったかっていうのは神様が決めてくださるんだから、自分たちに与えられている務めを本当に忠実に果たしていくってことがやっぱり一番大切なことだというふうに思います。ありがとうございます。3人の長老の方々がお話しくださったように、本当に宣教って、目に映る旧例何人とか数字とかですね、そういうものではなくてですね、もっと地道な、私たちがどう忠実であるかとかですね、どう成長しているか促していくかというところにあるということをですね、お話しくださいました。ありがとうございます。では時間的にそうですね、25分頃までというふうに伺っていますので、ちょっと微妙ですね。まだいけますかね。ではまだいけますということですので、最後にですね、今期の学びですね、13回ありましたけれども、まあ、13回の学びの中で特に印象に残っていることですとか、お考えになったことなどですね、分かち合っていただきたいと思います。では与那美長老からお願いいたします。こんな言い方したら良くないんですけども、神様も結構大変なんだと思うんですよね。私たちを本当に救ってくださって、自分の御子を十字架にかけて私たちに救いの方法を与えてくださって、そして天国に招いてくださる、そういう本当に人間との関わりの中で約束を必ず果たそうとしてくださる神様も私たちは信じている。そして私たちにも役割をくださっている。私がこう続けてきた理由の一つの中に、やっぱり主の祈りっていう祈りが大きかったです。やっぱりそこの中で御国を来たらせたまえっていう祈るっていうことは、毎日決心しなくちゃ祈れない祈りだし、それから今日の食物を感謝しますって、要するに日々々のことで生きているんであって、先のために貯金をくださいとかって祈りじゃなくて、日々確実に生かしていただいて再臨を待つという祈りがやっぱり一番の支えだったように思います。私はですね、今期の、まあ、教科ちょっとなんかこう聖書を深く学ぶというよりも、何かこう宣教についていろいろなこう方法ですとか、なんかアドバイスをいただいたように感じました。ですので、まあ、ちょっと私自身もですね、もっと宣教に力を入れなければいけないというような、ちょっとそういったメッセージとして、まあ、今回のですね、教科は学ばせていただいたかなと思います。今の先生のその前の木曜日のこともちょっと含めてお話しさせていただきたいと思うんですけど、木曜日に各教会、教区、教団では自分たちの地域社会にの中で伝道すべき人々のグループを決定し、必要を満たしなさいという話があるんですけど、かつて天沼教会で私たちの教会のこの周辺の人たちがたくさん信仰に導かれていました。この第五小学校、今の天沼小学校ですね、あそこを卒業した方で、牧師さんの奥さんに2人にもなってますね、
まあ、ちょっと私これですけど、昨日うちの母が亡くなったんですけど、うちの母は100歳で、であともうちょっとで101歳になるところだったんですけど、その同級生で、草野さんのお母様、早野さん、早野先生の奥様も、うちの母と同級生で第五小学校に通っていた。そしてまた、東京衛生病院で母の二級下だったんだと思うんですけど、山本益子さん、その方も、導かれて機関、衛生病院の事務としてずっと働かれて、そして、今も現在ですけど及川先生の奥様も第五小学校で、天沼小学校を出て、4人の方の中の2人が牧師さんの奥さんになっているという、そういう伝道が、この地域で進められたということで、あの私たちの教会もこの地域にもう本当に、たくさんの子どもたちも集まってきますね。そういう子どもたちも含めてですね、そういう子どもたちを育てていきたいなと思うわけです。そして、私、8巻のところで、イエス様が、伝道困窮している人たちに対してのニーズをまず、伝道法をミニストオブヒーリングの中から引用しているんですけど、主はその人たちの利益を図られた。まずそのニーズは何か、そして同情され、そして必要を満たし信頼を受けて、そして信頼を受けた時に初めて教会に来てくれるという、この伝道方法は私たちの教会、特にこの病院も含めてですね、信頼を勝ち得る時に私たちの教会に来てくれる。そして癒しのですね、担い手である病院の人たちが働いたり、そういうことによって信頼を得、そしてこの地域のニーズをよく確認し、そしてそのニーズに沿った伝道ができるといいかなと思った次第です。はい、ありがとうございます。本当に大切なことをたくさんですね、分かち合ってくださってありがとうございました。改めてですね、私たちが、御言葉を学び、そしてそれを伝えるものとしてですね、使命を負ったものと帯びたものとして、これからもですね存在し続けたいと思います。来期は詩編の学びになりますけれども、来期もですね改めて神様の導きがですね私たちの御言葉の学びに豊かにあることをですね願いたいと思います。ではこれをもちまして、パネルディスカッションを閉じさせていただきます。それでは黙祷を持ってこの時間を終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。祝福された聖書の学びの時間を感謝したいと思います。それでは本日はこの時間で安息日学校を閉じたいと思います。それでは最後にテーマソングをみんなで共に賛美して閉校としたいと思います。ではどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、恵まれた、御言葉の学びの時間をくださりありがとうございました。今年もこれで安息日学校終わりとなりますけれども、どうか来年も
この安息日学校を神様が祝福してください。この安息日学校を閉じるにあたり感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞご着席ください。本日は、教会発表が10時40分からとなります。10時40分まで、休憩を取りたいと思います。